シャケマルマイクということで、先ほどまで、ライブ配信行ってたんですけど、ここからは丸がサポカンの裏側、裏の裏、隅の隅まで、いろんなことをみんなにお見せしたいなと。もう表面いらんで、裏の裏、底の腹の中の中を、えぐいところ、えぐる。オッケーオッケーオッケー、回っていきたいと思います。それじゃあレッツゴー、レッツゴー。もっと笑って、もっと笑って。ナイスセーブ、ナイスセーブ。取れ高あるね。ここ取れ高あります。行きましょう。これむずいっすね。むずないっすか。引き出すむずいわ。ようやってますねこれ。すごいな。シャケさんすげえわこれ。かなり有利ですよ。一回こう集めたと思うので。はい。じゃあ準備。ここ分からんの？大丈夫かな？分からんの？じゃあ行くよ。全然絡めてへんやん。早く。むずいね。むずいねこれ。ちょ、一回見本見してもらいます？一回。見本？え、レディースはもう。ただ、そう、最後のシュートしようと思ったら、清水選手がなぜかキーパーのやつなんですね。はい、ございます。清水選手、ゴールより前に今のルールないですから。ちょっと、昨日のハンビン選手の。はい。誰がすごい？ビゲストアップに紹介された。シンプルにB チームは最初に8月20日、最初のリーグで見てたちょっと応援に行けたら最後めちゃくちゃやった。頑張って。疲れたぞ。ナイスこいつ。唐揚げもいただきました。唐揚げどうですか。いやいや、ちゃんと出てて、ちゃんと読んで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 。サポカンどうですか。サポカンどうですか。サポカンどうですか。喋れよ。言わないで。サポカンどうですかって。俺もサポカンどうですか。しんどいわ。しんどいわ。なんか感謝、サポーターに向かって。感謝。はい。答えます。ちょっと。何なんマジで。全然言わんや。何これ。どうぞどうぞみんな。やめてよ。はい、言って。いっぱい声かけてもらってありがとうございます。どうぞ。何それ。次行きましょう。次。ありがとうございました。ありがとうございました。サポカン、サポカンどうですか。サポカン。楽しいです。何が一番楽しい。全部。全部。まずやっぱ全部やね。何。今ですね。今。来られてる今。なあ。さすがは。最後むずい。何すか質問。これがね、沖縄スタイルなんですよね。やっぱもうポーっとしてて。レディースの応援も立ててください。あ、もう行く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 よな。毎週見てます。それは注目選手は。よしよし。じゃあポジションはどこか分かります。サイドバック。背番号は、背番号は10。全然知らない。サイドバックで10番だな。知ってるな、マイクは知ってるな。13番だ。おー、ポジションはボランチ。サイドハーフ。おお、素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかアピールポイントみたいな。自分のアピールポイント。ドライブシュート。身長一緒やん。ドライブシュート。打てる。ドライブシュート打てる。身長じゃないか。習得したいです。習得したいです。ぜひ聞いてもらって。コツを教えてもらえたら今。つま先でこう縦に入れるの、横に入れるの。縦に入れるの。足首なくなるで、普通の人やったら。だから何したかと思う。すごい負担かかるから足首。
怪我するかもしれないから自分の蹴り方でドライブかかる蹴り方を探したそうっす、うまい、ありがとうございます頑張って、はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。おスターが全然来ないです。おスター、スター、おスター、いいですか、お願いします。えスター、ブース外でも内部でも写真撮影が始まる。ちょっといいですか、インタビュー、インタビュー。それはあかんの。サパパンどうですか。え、熱い熱い。真珠やったかな、マグやってるんじゃん。 J2 降格した次の日にサパパンやったから確かに地獄っすね。いや俺負けられないな、昨日の試合も。確かに次の日ファンカーの絶対負けられない、絶対負けられない。チームとしての躍動感がすごい出てたでしょ。内外経験してるから、そんなの別にちょっとやそんな。いや、だからこそなんじゃないMC やってんすけど、めっちゃむずい。シャケさんやっぱすげえわって思う。シャケさんもそれはそうだね。喋り仕事やらしたら、ね、ピカイチやね。じゃあ右に出る。一言もらいます？なんか。いや、もうもらいました。もう十分。もういい。じゃあ。新人取れたら。新人さん取れたらいいか。すいません、ありがとうございます。お忙しいところ。ありがとうございます。忙しいところ。あとおいて。それではまた。ありがとうございます。はい、お久しぶりです。お久しぶり。同じ背番号。はい、14番。おかえりです。あ、ただいま。ボランチやね。これ知ってるよ。ボランチうまい。知ってる知ってる。注目選手。あ、注目選手。ありがとうございます。なんかこういったとこ見てほしいなみたいな。得点に関わるプレーとガッツです。前見に行ったじゃないですか。あの1試合だけ見たけど、なんかうまいっすよね。じゃあ今年は期待していいですか。はい、期待してください。一緒にやっていきます。デビューなんで。確かに。デビューの年なんです。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。14番。あ、写真いいよ。コンビ。じゃあ14でいきます。いけるか。どっちや、14でいきます。こうか、こうやな。ちょっとバタバタしてるからそこで思ったよりこの絡める時間少ないよな。あの控室とかやったらいけたけど、あのなんかわけからおっくんとのはい、どうぞどうぞ。おっくんあれなんなほんま、パスの読んでこんなってどうぞって、はい喋ってどうぞみたいなやつあれはもう、まあ、ずっと見とけるわけだけどけどむずいわごインタビューって。確かにマジで思った。今日の何点でしょ。いやもう14点自分好きすぎる。14点やこんな、もう全然上がらなかったらまた1からやり直しちゃう。こんな1から行く、14から行ったらいい。14点も1回ゼロにする。いやそう思うとほんまシャケさんマジうまいと思うわ。だけでうまい。今日シャケさんから見て、じゃあ 俺のあのインタビュー、ちょうど14点ちょうどでした。ちょうど14点でした。13でも15にもいかん。ちょうど14やな。言ってくれてよかった。まだまだちょっと頑張りますね。じゃあそれじゃあシャケ丸が、はい、シャケ丸が行く、俺にて、シャケ丸が行く、せーの、おしまい。どう、おしまい、どういう感じ。オッケー、シャケ丸が行く、せーの、おしまい。はい、テーマトークで、30分ほどトークをさせていただきます。そしてまた1回聞いていただきまして、その後、サッカービリヤードというのを、6名の選手に来ていただきましてやらせていただきます。波にからこっち側行って、今日の意気込みを、気分に楽しく頑張ります。楽しく頑張ります。フリースタイルフットボールやるらしいんで、意気込み聞いてください。まあ、俺のテクニックにみんな魅了される。社長、アンバサダー YouTube ライブ配信魅了されるわ。俺のサッカー選手シャケさんと一緒にやる。だからみんなのとこ回れた。こういうところ出してかんと。誰がハゲや。出してかんと。何なんすか。言ってるよ、言ってるよ。ジャクソン通訳は練習中のちょっと肉離れですね。すいません、あのファンサービスのちょっと制限させていただきます。いやいや、いいですよそれは。
no game, no game. Incredible, my friend, incredible. Your name. Come on. 英語喋れるか？ちょっと。English, please. English class now. Jordi, my teacher. My teacher. My teacher is so-so. okay, my friend. Incredible, my friend. レオセールを映してください。昨日ナイスゴール決めたから。レオ、レオ、セアラ、セアラ。一対一で。で一人しかいない。そう。で時間切って。ああ。え、彼はさっき。ここどういう感じで喋るんですか。ここそう。どうでした、おしゃべり会。え、おしゃべり会どうでした。いや、なんか新鮮でした。ちょっとびっくりした。どうですか、新田さん。途中経過ですけど結果残せてますね。ステージさ、逆にできない。熱すぎるって。いや、それはお客さんが。そうだ。おいしい、今なんか。はい。マル君も。マル君もだめ。1個言わして。あ、そう、1個でいいですか。俺もタコ入ってた。一番美味しい。マル君ないなぁと思ったらタコ入ってなかった。マル君だけこの、このあれ火でしか食べない。美味しい。やっぱり美味しい。これ何のやつですか。これどこのやつですか。めちゃめちゃ美味しいですけど。どこのやつ。どこのやつ。うまい。どこのやつですか、これ。どこのやつですか。さすがやん。やっぱりか。やっぱりやん。あ、なんかうまいな、思ってたやん。じゃあ、バッパの中さんや。一番やな。一番抜けてますね。一番抜けてるわ。どうでしたか、初めての。めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかった。そうですね、やっぱりファンの方と身近に接することができて楽しいですし、今日はあ、これですよ、ちょっと今ボケてたんちゃう。すごい楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもお疲れ様でした。どうでしたか。楽しかったです。暑いのにたくさん来てくれましたからね。ありがたいですね。
ですか、初めてのサポカンホイト。サポカンの皆さんに支えられてるから、そういう感じる一日でした。後半に向けて、後半に向けてね、はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。大成功。あ、大成功。うわ、いやさんさん、いやさんさん、お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？初めてのサポ缶燃えて。めちゃくちゃ楽しくて、すぐ時間があっという間に経ちました。まあ、ちょっとね、暑かったと思うんですけどね、交流する機会もなかったと思うんですけどね。どうですか、後半に向けて。まあ、ここから自分は試合にどんどん絡んでいけたらなと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。一瞬が一生の記憶になる。心が動いたその時は永遠だ。8月6日、セレッソ大阪と最高の時を。